こんにちは、アイカアーティストです。透明水彩画関連の動画をアップしておりますので、ご興味がある方はチャンネル登録をお願いいたします。それでは Let's start painting。 今回のビデオではシンプルだけどエレガントな花束の描き方をお見せします。はじめに使用した道具の紹介をします。また道具のリストは YouTube の詳細欄でも確認できます。まずよく使っている筆を紹介します。ダヴィンチのブルーリスシリーズ418で、サイズは3/05って読むのでしょうか。特徴は細く尖った先、のげと呼ばれているそうで、そしてまん丸な腹です。同じ筆を持っていない場合は、のげが細く尖っていて腹が丸ければどの丸筆でも OK です。紙はウォーターフォードの水彩紙です。厚さは 300g 毎平方メートルで、サイズは F2、24cm×19cm で 100% コットンで作られております。またブロックといって、ページの端がすべて糊でくっついておりますので、水張りをする必要がなく、すぐに描き始めることはできますので、とっても便利です。一箇所だけ糊がついていなくて、描き終えたらパレットナイフのように固めで薄いものをここに入れて、横にスライドしていただければ切り落とすことはできます。次は絵の具です。私はウィンザー&ニュートンのコットマンシリーズを使っています。そして今回はあまり色を混ぜていないので、そのままの色を使います。お花の色にはパープルレイキ、ディオキサイジンパープル、インディゴ、これだけコットマンが売り切れてたのでプロフェッショナルのバージョンを買っちゃいました。お花の融水にはカドミウムイエローヒュー、お花の茎と葉っぱにはフーカスグリーンライトとセピア、セルリアンブルーヒューと少しだけインディゴを混ぜ合わせました。このようなハーフパンに入れて乾かしてから使用することも OK です。その他はタオルかキッチンペーパーを使い、余分な水を拭いております。パレットはセラミックを使いました。水彩絵の具のセットにはプラスチックのパレットが付いていることが多いですが、プラスチックですと水の小さい塊がポツポツできてしまいまして、混ぜにくいのでセラミックがおすすめです。パレットがない場合は家にあるお皿などを使えます。最後にお水です。お水は最低でコップ2個分が必要です。1つは絵の具を洗い落とし濁っても OK の水と、もう1つは綺麗なお水で筆を濡らすために使います。これは100均で探して3つあるのでとっても便利です。本当は鉛筆立てだったと思いますが、使いやすくておすすめです。道具に関しては以上です。それでは早速描き方に行きましょう。絵の具がにじみ合うのを楽しむために、描いている途中で絵の具が乾かないようにしないといけません。なので初めに色の準備をしましょう。お花の色はそのままの色を使いますので、茎と葉っぱの色を作りましょう。それではフーカスグリーンライトをパレットに取ってください。結構たくさん準備します。そして次にインディゴをちょっと混ぜて、セピアも入れます。最後にセルリアンブルーヒューを混ぜ合わせます。それでは出来具合確認してみましょう。モスグリーンの色合いになるはずです。
これでいいでしょう。では、はじめにお花を描きましょう。パープル霊気をパレットに取ります。そして水を多めに足し薄い色を作ります。まずは緩い三角を作りましょう。完璧ではなくふわっとした感じにして横を丸めたりてっぺんを尖らせたりします。次に左側に両先が尖ったカーブを引きます。右側にもカーブを引きますが、もっと太い線なので筆を紙に押し付けて描きます。下の花びらはアルファベットの U の形を作り両先を尖らせます。次にあまり水を使わないで同じパープル霊気を筆に含ませます。そしてお花の真ん中あたりに付け加えて色のにじみを楽しみましょう。塗るところはまだ濡れていることが大事です。濡れていないとにじみができません。また花びらの先の方にも付け加えてください。それではもう一つパープル霊気でお花を作りましょう。次はちょっと形を変えて自然な花束に見せましょう。まず同じようにゆるい三角を描いて横を丸めたりてっぺんを尖らせたりします。今度は右側に両端が尖っている線を引いて左側に太めの線を描きます。そして下の花びらは2つアルファベットの U の形を今度描いてください。次に水少なめの絵の具をお花の真ん中に付け加えてください。また濡れているのを確認するのを忘れないでください。そして花びらの先にも加えてください。最初のお花にもちょっと付け加えてみました。そしたら筆をきれいにしてカドミウムイエローヒューを使って夕髄を描きます。細くて細かい線を描きます。また花びらに触っても OK です。まだ濡れていればにじみを楽しめることもできます。次はディオキサイジンパープル。お花の形は少しずつ変えてナチュラルに見えるように描きましょう。また形は完璧じゃなくて OK ですので、むしろゆるい感じの方が味が出ていい具合に出来上がると思います。次は横向きのお花を描きましょう。アルファベットの C みたいな形ですね。ではまずは真ん中の花びらを描きましょう。楕円で右側が尖っている感じで描きます。その上下に先の尖った線を何本か引いて真ん中の花びらに向かって尖らせてください。一番外側の花びらは外向きに尖って描けばお花が少し開いているように見えます。
そしてまた水少なめの絵の具を付け加えてにじませます。OK です。それではインディゴでお花を2つ描きましょう。お花同士も少し近づけてにじませてもすごく綺麗です。お水の量が少し多いなと感じた時はタオルで筆の水を吸い取り、筆を使って余分な水を取り除いてください。そしてカドミウムイエローヒューを使って湧水を描きましょう。OK です。それでは次のステップに行きましょう。茎はお花の真ん中から線を引き、緩やかなカーブを描いた方が自然で柔らかい感じに見えます。では先ほど作ったモスグリーンを使います。またお花を少し触ることでいい感じのにじみができます。次は葉っぱです。葉っぱは細い線を描いて太くしてからまた細く描きます。またお花の後ろから出ていると絵に深さも出ます。それでは茎から始めて細い線を描いてから筆を紙に押し付け、太い線を描いてから筆を上げて細い線を描きます。ちょっと絵の具が足りなかったようですので付け加えます。また葉っぱの形も緩いカーブやアルファベットの S で描くことで動きが出て自然に見えます。葉っぱもお花に触ることでいい感じのにじみが楽しめます。左側の葉っぱは先から茎に向かって描いたら描きやすいと思います。そしてお花の後ろにも数枚描きます。おっと、間違えて筆落としてしまったので筆をきれいに洗ってタオルで乾かしてからいらない絵の具を吸い取ります。では最後にディテールを描いて完成です。絵が乾いてるのを確認します。乾いていない場合はドライヤーで乾かしちゃっても OK です。それでは水少なめのパープルレイキを使います。そしてお花の真ん中から数本細い線を描きます。また花びらの先の方からも線を加えても OK です。そして他のお花も同じように描きましょう。葉っぱはシンプルに線を真ん中に引くだけ、1本引くだけにします。完成です。シンプルだけどエレガントなお花の描き方でした。シンプルなのでいろいろなブーケを描くときに使えます。例えばこれとかメインのお花の横とか、またブーケのちらほらあちらこちらに入れて、すごく便利なお花です。最後までご覧いただきありがとうございました。タイムラプスバージョンもございますので下記の詳細欄にリンクを貼ります。また定期的に水彩画の描き方動画をアップする予定ですので、高評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。